こんにちは、Easy モデラーズルームへようこそ。今回の動画で完成です。最後まで見ていただけたら嬉しいです。アメリカ製の模型の素晴らしく再現されたエンジンを作っていきます。プラグコードを取り付けるためにパイピングします。各部を塗り分けていきます。ディストリビューターにプラグコードのパイピングをします。プラグコードを接着します。コードの長さと形を整えます。マルチブラックとステインブラウンでウォッシングします。余分な塗料を拭き取ります。パステルのシルバーと赤錆でウェザリングしていきます。エンジンの完成です。ホイールの製作、サフ拭きの後にボディの色を塗装します。マルチブラックでウォッシングします。アクリル塗料のフラットクリアとパステルの赤錆を混ぜます。ホイールにテン塗装していきます。ハルレッドとオレンジでパステルの周辺をぼかします。ホイールキャップなどを塗装します。パステルのシルバーで塗装の剥がれを表現します。タイヤは簡単にサンディウォッシュとステンブラウンでウォッシング、余分な塗料を拭き取ります。ホイールキャップはワイヤーブラシで傷をつけて、マルチブラックとステインブラウンでウォッシングします。劇中では前後タイヤに一箇所のみついていました。精密感が溢れていますね。車内の製作、ベンチシートを作ります。ファブリック感を出すためにティッシュを貼り付けます。塗装していきます。塗り分けはグレーとブラウンで塗装しました。グランドブラウン、マルチブラック、サンディウォッシュで汚していきます。メーターとパネル類のモールドは素晴らしいです。キャンディアップルレッドで塗装してデカールを貼ります。
マルチブラックで墨入れします。細部を塗り分けていきます。もう一度墨入れします。シルバーでペダルの立体感を出します。クラクションが空洞なのでレジンを充填します。 UV ランプで硬化させます。フロアを塗装していきます。マスキングしてフロアカーペットはダークイエローで塗装しました。細部を塗り分けていきます。ベンチシートを取り付けます。フロアをステンブラウンとサンディウォッシュで汚していきます。扉の内側は黒とキャンディアップルレッドで塗装しました。マルチブラックでウォッシングします。扉の下の方だけサンディウォッシュで汚します。バインダーの制作。劇中では主人公はレイリリーの栽培農家なので、バインダーは顧客リストに必要です。プラ板でベースを作ります。アルミの 0.5 ミリのパイプを使います。 0.3 ミリの真鍮線を通してバインダーのアームを作っていきます。バインダーのアームをプラ板に接着します。これをベースに接着して塗装して完成です。麻薬を運んだ報酬の
100ドル札が入った封筒を作ります。用紙を黄色で印刷します。ボンドでボタンを表現します。糸で紐のフックを作ります。ボタンに紐のフックを取り付けます。ここに100ドル札を入れていきます。劇中ではクリント・イーストウッドはキャップをかぶっていました。タミヤのアクセサリーキットから帽子を複製します。おゆまるくんを使ってレジンで複製します。UV ランプで硬化させて、バリを取って形を整えていきます。塗装はオリーブグリーンとメッシュの部分をグレーで塗装しました。デイリリーの栽培農家ですので、車のダッシュボードに花を置きます。デイリリーはないのでドライフラワーで代用します。
それぞれレイアウトしていきます。グリルの作成。フロントグリルは劇中のフォードと同じようにメッシュ部分を切り取ります。ブレッド、ステインブラウン、マルチブラックで汚していきます。サビ部分にはオレンジでアクセントをつけます。ウインカーはクリアオレンジにレジンでコーティングします。UV ランプで硬化させます。フロントグリルの完成です。ウィンドウにステッカーを貼ります。劇中のフォードのリアウィンドウにはアメリカの州のステッカーが貼ってあります。全く同じものはありませんが、ネットで探したものをプリントアウトして貼り付けます。スペアタイヤを取り付けて完成です。では完成写真をご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。